率直にということなら、イナです。死んでいるとお思いで。ええ、殺されて言い切れませんが、おそらくは。ではいつ亡くなったのでしょう。月曜に。でしたら、先生ならこちらの意味もご説明いただけるでしょうか。今日あの人からの手紙を受け取ったんです。シャーロック・ホームズは椅子から飛び上がった。あたかも電気が走ったかのようだった。なんと、とホームズはうなる。ええ、今日なんです。依頼人は立ったまま口元を緩め、どうしていいかわからないというふうに、一切れの紙を示した。見てもよろしいですか。どうぞ。矢も盾もたまらず紙をつかみ取り、ホームズはそれを卓上に広げ、ランプをかざして食い入るように改めた。私も席を立ってホームズの肩越しに眺めた。封筒の材質も悪く、押されてあるのはグレーブズエンドの消印で、まさに日付は本日、いや昨日か、0時はとうに過ぎていた。字が荒い、とホームズがつぶやく。とすると、これは配偶者の筆跡ではない。そうですね。ええ、でも中身は。もう一つわかるのは、その誰かしらは封筒に宛名を書いてから一旦住所を調べに出た。どういう意味でしょう。宛名が、ほら、インクで真っ黒です。自然乾燥です。残りは灰色で、見たところ吸い取り紙を使っている。もし一気に書かれ、その後吸い取り紙をかけたのなら、インクで真っ黒ににじんだりはしない。この男は名前を書いて住所を書く前に手を止めた。つまりその住所を書き慣れてないという事実を指し示します。もちろん些細なことですが、些細なことほど重要なものはありません。さて手紙を読みましょう。おや、何か中に入っている。ええ、指輪です。印付きの指輪です。では中は配偶者の筆跡に間違いないと。その一つです。一つ書き散らした時の筆跡です。普段はこうではありませんが、よくわかります。愛しい人よ、心配しないで大丈夫。大きな間違いがあってすぐには終わらないかもしれない。辛抱強く待つように。ネビル、鉛筆で本の遊び紙に書かれている。大きさは八折り板、透かしはない。ふむ、指の汚れた男が本日グレーブズエンドで投函か。ほう。そして封筒の折り返しはゴムで貼り付けてあり、間違いでなければタバコを噛んでいた男がやった。そして配偶者の筆跡に間違いない。そうですね。ええ、ネビルの書いた字です。そしてグレーブズエンドで投函されたのが今日。うむ、シンクレアさん、雲が晴れてきましたが、危険が去ったとは言い切れません。ですがこれで生存に間違いはないでしょう。ホームズ先生、これが我々を撹乱する巧妙な偽手紙でないとしたらです。指輪は結局何の証明にもなりません。奪い取ったとも考えられましょう。いえ、いいえ。
そうです。これは本当にあの人の字です。その通り。ですが月曜に書かれて、今日出されただけかもしれません。そう。ですね。だとすると、その間に、それなりのことが起こったとも。ああ。気のめいることをおっしゃらないで。ホームズ先生、あの人は大丈夫です。私どもは心が強く通じ合っておりますから。何か悪いことがあればわかるはずです。最後に夫の姿を目にしたその日、あの人、寝室で怪我をしたんです。でも、私は食堂にいたのですが、すぐに階段を駆け上りました。何かが起こったのだと、強い予感があったのです。そんな些細なことでも感じるのに、死んで何もないなんて、そんな、女性の勘は、分析的推理の結論よりも重いことがある。それは嫌というほど分かっております。そしてこの手紙で、あなたは自分の直感が正しいと思えるような、強い証拠をひとかけら手に入れたように思えた。ですが、もしあなたの配偶者が生きて手紙を書いたのだとしたら、どうして今、目の前に現れないのか、わかりません。なぜでしょうか。では月曜、出かける前に何か伝言は、何も。ではスウォンダム横町で見かけて驚かれた。それはもう、窓は開いてましたか。ええ。その後、彼はあなたを招いた。そんな気が。確認しますが、その声にならない声というのは、一度だけで。ええ。助けを呼んだとお考えで。ええ。手を振っておりましたので。しかし驚きの声だという可能性もあります。思いもよらずあなたを見かけて仰天し、それで両手を上げたのでは、そうかもしれません。そして彼が引き戻されたのだと、パッと消えたんです。自分で引っ込んだのかもしれない。その部屋に、他に人影は見えなかったのでしょう。ええ。でも、あの恐ろしい男がそこにいたと証言しておりますし、インド人が階段の下に、無論です。彼は、あなたが見た限り、普段通りの服装だった。でも、襟とタイがなくて、喉がむき出しなのがはっきりと、今までスウォンダム横丁のことが話題には、一切、アヘンに手を出す気配というのは、ございません。結構です。シンクレアさん、このあたりは大事な点ですので、完全にはっきりさせておきたかったのです。では少し夜食をいただいて、部屋へ下がるとしましょう。明日も忙しい一日になりますので、部屋は広々として快適で、寝台も二つあり、自由に使っていいとのことだった。私は早速、敷布の間に入った。ここまで夜のあれやこれやで疲れていたのだ。だがシャーロック・ホームズは、心の中にわだかまる問題があると、何日も、いや何週間も休みなく、そいつをひっくり返しては事実を再び並び替え、隅から隅までじっくり眺め回して、そいつを見極めるか、検討材料が不十分だとわかるかするまで置き続ける。そんな人間だった。今日も私にはすぐにわかった。ホームズは今、徹夜の支度をしているのだ。
外套と道着を脱いで、大きめの青の化粧着姿となり、それから部屋を歩き回って、自分の寝台からは枕を、長椅子や肘掛け椅子からはクッションを拾い上げる。それらを東側の壁にくっついているネイスに集めて、その上に腰を下ろしてあぐらをかいて、刻みタバコ1オンスとマッチを一箱目の前に置く。ランプの放つ薄明かりの中、私はホームズがそこに座っているのを見た。口には愛用のブライア製のパイプ、目をどことなく天井の隅に定めて、支援を黙々と上げ、静かに動きもせず、ただ光がそのこわばったわしのような姿を照らす。私が眠りに落ちた時もホームズはその姿勢だったし、突然の叫び声で私が目を覚ました時も同じ姿勢だった。気がつくと夏の太陽が部屋に差し込んでいた。パイプは依然として口にくわえられたままで、いまだ黙々と立ち続け、部屋には濃いタバコの煙が充満していたが、昨晩あれだけあった刻みタバコの山は何もなくなっていた。起きたか、ワトソン、とホームズが聞いてくる。ああ、朝の馬車に乗る元気は。よし来た。ならば服を。誰もまだ起きていないが、馬番の少年の寝床は分かっている。すぐに軽馬車で出られよう。と言いながらほくそ笑み、目は輝き、昨晩考えに沈んでいた人物とは別人のようだった。着替えながら自分の時計に目をやった。誰も起きていないのも無理はない。4時に5分だ。着替えが済むやホームズが戻ってきて、少年が馬の準備をしてくれていると告げた。ちょっとした仮説を検証したい。と言いつつ、ホームズは深靴を履く。いやはや、ワトソン、君は今、ヨーロッパ一の大馬鹿車を目の前にしているらしい。ここからチャリングクロスまで蹴飛ばされても相応の報いだよ。だがもはや、事件の鍵は掴んだと言えよう。して、どこにある?と私が微笑むと、浴室。と帰ってくる。ああ。うむ。冗談ではない。と続け、信じられないという私の顔を見る。先ほどまでそこにいた。そしてこいつを取ってきた。そこでこいつをこのグラッドストン製のカバンに入れよう。さあ、我が友よ。こいつが鍵穴に合うかどうか確かめに行こう。我々はできるだけ早く階下に降りて、外の明るい朝の日差しを浴びた。道の真ん中に馬車が止まっていて、身支度もそこそこの馬番の少年が、その前で待っていた。我々は共に乗り込み、ロンドンへの街道を飛ばした。田舎の入馬車がちらほらと動いてはいて、野菜を首都へ運んでいたが、両側の邸宅の並びは静かで人気もなく、夢の中の街を思わせる。いくつかの点で奇妙な事件だった。とホームズは鞭を打って、馬の速度を最大にする。正直モグラと同じくらい何も見えていなかったが、遅れて知恵を学ぶのは全く学ばないよりはマシというわけだ。街では早起きの連中がちょうど窓から顔を出し始める頃で、我々の馬車はサリー州の街並みを抜けていった。ウォータルー橋通りを突っ切って川を渡り、ウェリントン街を走り、そこで右折。そして気がついたらボウガイにいた。
シャーロック・ホームズは警察にも顔が利いて、入り口前で2名の巡査が敬礼をした。そのうちの一人が馬の口を取り、もう一人が中へと案内してくれた。当直は誰だね、とホームズは尋ねる。ブラッドストリート警部です。ああ、ブラッドストリート、調子はいかがかね。背が高く図体のでかい警官が石の敷かれた通路をやってくる。ひさしのある帽子に飾り紐のついた上着を身につけている。内密の話がしたいのだが。ブラッドストリート、よろしいですとも。ホームズ先生、部屋へお入りください。そこは小さく役所前とした部屋で、卓上には大きな台帳があり、壁からは電話が突き出ていた。警部は机の向こうに腰を下ろす。わしにできることなら何なりと。ホームズ先生、お願いというのは、あの乞食のことで。ブーン・リーのネビル・シンクレア氏失踪への関与を目されている男だ。おう、やつなら出頭させて、取り調べ延長で再拘留されとります。そうらしい。ここにいるのかね。留置場に。おとなしく。まあ、手はかからんです。でも汚くてな。汚い。ええ。手しか洗わせてくれんので。顔は職人みたく真っ黒で。まあ、事件に肩がついたら、刑務所で定期的に風呂に入るんでしょうが。そうだ、一目ご覧になれば、その必要があるとわしと同じ考えになりますよ。それはひどく会いたいものだな。そうなさいますか。お安いご用です。こちらへどうぞ。荷物はそのままで結構ですよ。いや、持って行こうと思う。そうですか。こちらです。どうぞどうぞ。警部を先頭に我々は進み、勘抜き付きの扉を開けて、曲がりくねった階段を降り、白塗りの廊下へ出てきた。両側には扉が一列に並んでいる。右の3番目に、やつが、と警部、ここですな、と土の上部にある小窓の蓋を手前に開けて、中を覗き込んだ。お休み中だ、と警部、とくとご覧になれます。我々二人は目を格子窓の方へ向けた。中では人が顔をこちらに向けて寝そべっており、深々と眠っていて、ゆっくりと重く息をしている。中勢の男で、連行された時のままのひどい服装で、色物の肌着がボロボロの街灯の裂け目からはみ出ている。警部によればものすごく汚いらしく、顔中汚れきっているのだが、それでもその吐き気のする醜さを隠せていないという。古傷が目から頬にかけて一直線に大きく腫れ上がっているため、歯が3本絶えずむき出しになっている。明るすぎる赤毛の髪はくしゃくしゃに乱れており、垂れる毛で目と額は覆い隠されている。ね、見事なものでしょう、という警部の言葉に、洗い落とす必要がある、とホームズは答える。こんなこともあろうかと、こちらで道具を持参した、と言いながらグラッドストン製のカバンを開けると、なんと大きな大きな浴室用界面が取り出される。ははは、物好きな方ですな、と警部は笑いを抑えきれない。さて、
ご面倒ですが速やかにドアを開けていただけると幸いです。すぐにでも彼をもっと立派な人物に磨いて差し上げましょう。まあ断る理由もありませんな、と警部が言う。このありさまじゃこの妨害の留置場にとっても名誉なことではないですからね。警部は鍵を穴に差し込み、我々は速やかに独房へ入った。眠っていた男は少し顔を向けた後、再び深い眠りに落ちた。ホームズはかがんで水差しを手に取り、海面に水を含ませ、その後独房の男の顔を力強く拭うように2回こすった。皆様にご紹介しましょう、とホームズは声を張り上げる。ケント州リー在住のネビル・シンクレア氏です。我が人生においてこのような光景を目の当たりにすることはもう二度とないだろう。男の顔は海面によってこそげ落ちた。木から樹皮が剥がれたかのようだ。褐色の汚れはもはやない。それとともに頬に大きくついていた恐ろしい傷跡もなくなり、そして嘲笑うようにも見えたあのねじれ唇もなくなったのだ。引っ張ってもじゃもじゃの赤毛を取り外すと、そこに寝台に置き直ったのは青白い悲しげな顔の品のある男で、黒髪にツルツルの肌、目をこすって寝ぼけて戸惑いながらもホームズの方をじろじろと見る。そうしてふと変装を暴かれたことに気づいて叫び声を上げ、枕に飛びついて顔を埋めた。なんてことだ、と警部は声を上げる。これはこいつこそ尋ね人じゃないか。写真で見たから知っとるぞ。男は観念してどうにでもなれというふうに振り返る。もしそうだとすれば教えてくれ。僕の罪は何だ。殺人だ。ネビル・シン、ああ、うむ、その罪を問うとしたら自殺未遂で立件せねばならんのか、と警部は苦笑いをする。しかしわしももう警察に2、7年もいるが、こりゃ本当に傑作だ。僕がネビル・シンクレアなる人物なら何の犯罪も起きなかったのは明らかです。そしてそれゆえに僕の交流は不当です。罪はないが大きな過ちを一つ犯している、とホームズは言う。もっと自分の御前様を信じるべきではなかったのかね。いえ、妻じゃありません、子供たちなんです、と男はうめく。なんてことだ、子供たちに父親のことで恥ずかしい思いをしてほしくなかったのです。むしろバレてしまった。僕はどうすれば。シャーロック・ホームズはネイスに男と並んで腰を落ちろし、優しく肩をたたいた。もし事の解明を法廷に委ねた場合、当然世間に知れ渡るのは避けられない。一方で君がもし警察に自分は何の事件にも巻き込まれていないと納得のいく説明ができるのなら、事の次第が新聞に出ていく方はないと思う。ブラッドストリート警部は職務上君がこれから我々に話すことをすべて書き留め、しかるべき上司に提出するだろう。だが事件はその後決して法廷に持ち込まれることはない。ありがとうございます、と男は熱っぽく声を張り上げる。耐えることはできるのです。留置、いや罰を受けることだって。でも
この自分の惨めな秘密が家族の汚点となって子供を巻き込むのだけは、あなたは僕の作り事に気づいた初めての人です。僕の父はチェスタフィールドで学校長をしていて、そこで僕も優れた教育を受けました。若い頃は旅をして舞台にも上がりましたが、結局ロンドンの夕刊誌の記者に落ち着きました。ある日、編集長が首都にいる乞食をネタに連載ものの記事が欲しいと言い出して、書き手に僕が志願しました。それがこの話の発端だったのです。単に素人として試みに物乞いをして、自分の体で取材して、それをもとに記事を書いたんです。役者だった頃、もちろん扮装術は学びましたし、その腕前も楽屋では評判でしたからね。その技能を利用したんです。顔を塗ってできるだけ惨めらしくなるよう、大きな傷もつけ、そして唇の片側を小さな肌色の絆創膏を使ってねじれた状態で固定しました。それから赤毛のかつらにそれなりの服装をして、中心区の実業街にある定位置につき、マッチ売りのふりをしながら、本当は乞食をやるわけです。7時間広げて午後に家に帰るのですが、見てみるとなんと26シリング4ペンスももらえていました。僕は記事を書いて、そのことも失念していたのですが、しばらくして友人の保証人になって、2ポンドの支払い令状が送られてきてしまいました。どこでお金をこさえればいいか途方に暮れていましたが、突然思いついたんです。債権者に2週間の猶予をもらい、雇い主にも休みをもらって、変装して中心区に物乞いに時間を費やしてみたところ、ほんの一零日でお金は集まり、借金も返せました。もうお分かりでしょうが、週2ポンドのためにあくせく働く日々には戻れなくなって、もう顔を塗って汚くして、地面に帽子を置いて座っているだけで、かなりの額が稼げるということに気づいてしまったのです。尊厳と金銭の間で葛藤がありましたが、ついにお金が勝ち、記者を投げ出してくる日も来る日も、最初に選んだ隅に座って、哀れな顔で同情心をくすぐって、懐を金でいっぱいにしました。そんな僕の秘密を知る者がたった一人います。その男というのがあの下駄アヘン窟の主で、僕はスウォンダム横丁のあそこを曲がりして、そこで毎朝みすぼらしい乞食に身をやつして、夜には身なりのいい町の男へと変身するのです。あの男、インド人には十分金を払って部屋を借りているので、僕の秘密はその館の中から外へ漏れないというわけです。そうして、みるみるうちにかなりの額がたまっていきました。ロンドンの街ではどんな乞食でも年収700ポンドというわけにはまいりませんが、僕の平均収入はそれを超えて、ですが、それは扮装の力という特別の利や、遠い測量の腕前もありましたし、それもやっているうちに上達して、そのおかげで中心区でも顔が知られるようになりました。毎日がお金の洪水で、銀貨もありましたし、よほど稼ぎの悪い日でも2ポンドを切る程度です。お金持ちになるにつれて欲も大きくなり、郊外に一軒家を買って、果てには結婚までして、僕の本職を疑う人はいませんでした。愛しい妻も、
僕が中心区で仕事をしているのは知っています。ただ何かは知りません。今週の月曜、一日を終え、アヘン靴の上で着替えをしていて、ふと窓の外を見ると、恐ろしいことに、なんと、僕の妻が通りにいて、こちらに目を注いでいるじゃありませんか。僕は驚きの声を上げて、さっと腕で顔を隠して、そして腹心たるインド人のところへ行き、会いに来ても通さないでくれと頼みました。階下から妻の声が聞こえましたが、すぐには上がってこれないはずなので、素早く服を脱いで、乞食のものを身につけ、顔料とカツラをつけました。たとえ妻の目でもこの完璧な変装は見破れないでしょう。ですがその時頭によぎったのは、部屋を探されることもあるから、そうすると衣類がやばいと窓を開け放しましたが、乱暴にやったので小さな傷口がまた開いて、その日の朝に寝室で切ってしまったんです。それから自分の外套をつかみました。小銭で重くなっていて、ちょうど革のカバンから移したばかりで、いつも売り上げをカバンで運んでいるんです。とにかく私は窓から力いっぱい放り投げて、テムズ川へ沈めました。他の衣類も続けて投げたかったのですが、その瞬間、階段からおまわりさんたちが踏み込んできて、数分後には気づけば、正直むしろほっとしたのですが、ネビル・シンクレア氏とバレる代わりに殺人犯として逮捕されていたのです。僕から話せるのはこれだけです。それからはできるだけ変装したままでいようと心に決めて、だから汚い顔のままがいいとごねたんです。妻はひどく心配するでしょうから、指輪を外しておまわりさんの見てない隙にインド人にこっそり託して、心配はいらないと妻宛に急いで書き殴った手紙も一緒に渡しました。そのことづては昨日ようやく届いた。そんな、じゃあ妻は1週間も警官がインド人をずっと見張っていたとブラッドストリート警部は言う。だから奴がその手紙を気づかれぬよう投函するのはかなり難しかったはずだ。客の船乗りにでも渡して、大方そいつがコロッと何日も忘れとったんだろう。そんなところだとホームズもうなずく。間違いない。だが君も今まで物乞いで罪に問われたことくらいあるだろう。何度も。ですが罰金なんて大したことでは。だがこれきりにすることだなとブラッドストリート、警察にこのことを黙っててほしいのなら、今後一切ヒュー・ブーンが存在することはまかりならぬ。一人の人間として誠心誠意を持って誓います。この件においてはこれ以上捜査を進めることはないと思う。だがもしまた見つけたら、その時は全てをぶちまけるぞ。さすがはホームズさんです。事件解決にご協力いただき、私どもも大いに感謝しております。できれば結論にたどり着くまでのやり方を教えてほしいですな。やり方かと我が友人は言う。五個の枕にもたれて1オンスの刻みタバコをやればよろしい。さてと、ワトソン、今からベーカー街へ馬車で行こう。計算によれば到着はちょうど朝食の頃合いだ。